今まで。ここね、この紫色触っちゃいけないんでしょっけ。掘るのか。ここは掘るんですよ。掘るんや。ごめんなさい、絶対落ちないでください。僕です。ハルンさん。はい。つらしてほしいな。落ちんなよ。僕はね、シフトとコントロールを押し忘れる癖がありますよ。押し間違えるか。ハルンさん。はい。同じマスに乗って、私が掘るんで一緒に下ってくわ。イエス。同じマスに乗れたっけ、二人。乗れました。あぶんな。あもう。マックス真ん中踏んでない正解。ハローじゃないっすよ。ハローじゃないっすよ。ハラミハローチューリヒ。これ初めてだね。そうですね。開けていいんだね。感圧板壊して、とりあえず先に壊す。潰して壊すよ。壊して。おお、やった。え、これ全これ全部当たりとは限らへんけど。え、むせや、爆発するパターンある？それはまあ、もうとりあえずやってみる。え、じゃあ俺下降りてない、ピ。じゃあ私開けるね。はい、行きます。1個目ドン。おお、エンチャントボン。おお、ちょっと待ってくださいね。じらしますよ、じらしますよ。連動っち。じらす時間ないっすよ。じらしますよ、せーの。これ束縛の呪い。恋人。おお、恋人。恋人のエンチャントボンや。初めて見たよ、束縛の。パームさんや、パームさん。呪い？ハズレじゃねえか。ハズレなの？ハズレかい。ねえねえ。ハズレやん。バグ。あ、でも金の馬鎧がありますね。いる？それ。ブグバグビブグブブグバグ。一応レアですよ、馬鎧っていうのは。あ、そうなんだ。作れないんで。さあ、行きます。三つ目、ドン。テレレレ。おお、エメラルド。おお、これ攻撃でしょ。攻撃ができる。エメラルド。ゴールドアップル。エメラルドって普通にあるんですか？あるか。掘った掘った昔。掘ったらあるわ。ラスト。カモン。おお、ピンクのリンゴ。あ、金だ。いや、ピンクのリンゴ。ピンクじゃね、これ。ピンクじゃね。金だ。あれ？金だ。あれ？ピンク見えた。私も金には見えなかったな。いや、スカーゼ腐った肉も攻撃できるんですもんね。ここってこれで終わり？終わりっす。まあ、欲しければ下の TNT を持って帰るっていう人もいます。下の TNT？ いいやつ版と下ですよ。これ持って帰れるの？持って帰れますよ。普通に壊していいの？壊せます。普通に？普通に。本当に？はい。言ったな。大丈夫、大丈夫です。あ、本当だ。結構あっさり、うん、柔らかい。あ、豆腐だ。 草みたいな音するでしょ。豆腐や。あー、やばい、落ちてしまった。何で落ちてきたの？登ろうか。よし、ピラミッド割り。指輪の音がしてる。村へ、早く村へ、早く村へ行かないと。グッさんが、早く村へ、早く村へ。登れ、一緒に。いや、俺あります。強化された金リンゴはレシピ削除されたからレアって言われてた。作れなくなったんや。昔自分で作れたのに。レアものゲットしちまったぜ。レアもの。さあ、この勢いで全部攻略だ。おお。違います、違います。それまた中入ってます。一緒。2階です。おる。ハルさん、君はもうここ終わり。村行きましょう。村行こう。行こう。とっとと行きましょう。これが強化された金のリンゴなんだ。違うんだね。違うんですよ、金のリンゴと。食べましょう、食べようって言われてるけど。食べていい？まあ、別に全然いいですよ。食べたところでですけどね、今。奇境、エンチャントされてる。奇境的。奇境って言われてる。サドルはいる？いいね、やっしゃ。一旦これで村行こうか、ハルさん。村行きましょう。村倉ですから。あっちです。せずし、せずか、せずか。ハロー村チューリヒ。あ、図書館あった。チューリヒ、せずかいた。マジで言ってんの？せずかいましたよ。マジで？どこ、せずかいた。見つけるの早いな、ほんで。せずかおった。トゥルルルじゃないよ。ここびっくりするわ。結構確率低いと思うねんけどな。ようおった。この家にせずかおったで。おーやばー、すごい。イエーイ。え、紙27あればいいの？それでもエメラルド、紙27あるとエメラルドに交換してくれますね。で、エメラルドはそっからスタートって感じです。まずこれ順番にやらないとダメってことですね。わがままだな。まずは紙を作らない。ハルさん、はいはい、夜になりそう。一回ベッド戻ろうか。オッケー。夜になるまで眠れません。オッケー。オッケー。さあじゃあハルさん、ベッド壊してもらいこう。オッケー。俺中条さんと裏で寝てると思う。暇すぎて。いいんじゃん。この時間ぐらいしか。え？今何？いた。なんでちょっとチンコを前に出してくる？てる。出してくるな。なんだその奇弁ポーズ。寝てねえよ。寝てないんかい。寝てないんかい。ハルさん。はいはい。村守ってもらっていい？はい。僕たちの村を守って。コップンはって言われてる。まあ効率がいいな。コップンかけるのが一番効率ですね。コップンかーって。コップンかー。あそこ木材って。コップンかーをかけてしまうのが一番手っ取り早いけども、サトウキビ遅いんや。松明を置かないと育たない。なるほどなるほど、いいことを教えていただきました。明るさがね、松明を置くと夜でも育つんですよ。コップンという釣り込め。え、コップン無理やったっけ、サトウキビ。中条さんにも寝ろって言ってくるんだ。あ、コップン聞かないって本編でもやったじゃん。中条さん、ハービーが聞きました。
サトキビはこの砂がいいんだよね、確か。どっちでも大丈夫です。あ、そっちも大丈夫。はい、とりあえずあの水に面してないと見えない。部活頑張ってこい。部活やめちゃダメだぞ。どんなに辛くても社長になっても社畜だよって言われて。そうだ、社畜になっても社長だけどさ。まあ社長なんてな、一番の社畜だな。この村を守りたい。でここが製図家おらんやん。それ松明入れといた方がいいですね。中が家の中湧き潰し。あ、製図家いる。ディリリリー神27。これもまた製図家の家。あ、おい、あれ、え、2人いる。製図家2人目。ダブル製図家。あ、お、な、お、な、な、な、お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 、製図家同士でまぐわってる。わぁ、製図家の街だな、ここ。松明置きながら歩け。あぁ、なるほどね。そうする。製図家埋めよう。あ、なんかアダムとイブ計画か。あぁ、それがいいかもね。あったなぁ、アダムとイブ計画。ハルちゃん、スコップある？え、なんかうまくいかねえと思ったら。は？いや、フェンスで村を囲おうと思ってフェンスめっちゃ作ったんですよ、うん、で、なんかうまく置けねえと思ったら僕フェンスゲート60個作ったんですよ。はぁ、全部僕ゲートでした、これ。やっぱやばい。ゲートで囲おうって言われてるけど、あれやんな、なんか置けない。繋がらないんやんな。うん、繋がらない。ゲート同士が。製図家ゲットだぜ。デレ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 デーテテレテデレ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 デー。いや、あれか、だからちゃうわ。なんか大変だけど、ぬく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 なん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 なぬく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 ってなんか嫌やな。そしたらなかなかもやつよ。おいてください、一緒の朝です。ほら、ハルさん、もうそろそろ寝る時間だぞ。ベッドはベッド、ベッド、ここベッド、ここ。オーケー。結局野宿、確かに家奪うって言ってたのに。なんだよ、俺がフェンス作ったのな、せっかく。本当フェンスゲート持ってる、バカじゃないあんた。いつだよ。しゃ、え、これ罰ゲームとかってあんの今回。まあまあまあ、毎回。確かにあったな、そういうの。前回はキャンティーでしたけどね。畑の小麦取らせて交易させてよ。なるほど、いるいる、うん、そりゃいるでしょうよ。いるいる。はめてるんですから。育ったのいいんすよ。ちょっと私木切ってこようか、ハラミさん。はい、お願いします。1つ育ってる。そう、1個しか育ってない。おじいさんは山へしばかり。おばあさんはフェンスを置きに。ハラミいらなくって書いてる。博士のためにもう一段深くします。博士が逃げるなんてことを心配してるわけではないんですが、万全を期すためにもう一段低くさせていただきました。よろしくお願いします。ハラミちなみに何してんの。フェンスです。あー、フェンスか。フェンスで村をかかってます。決していらないと言われてもやるんだ。あ、罠に、製図家がもう一人罠にはまってきたぞ。貴重な製図家。勝手に入り寄ったぜ、製図家二人。ひでえ。入り寄ったで。蓋しようか。蓋した方がいい。あー、蓋します？いっそ。ね、何があってもいいように。勝手にって押したじゃん。押したでしょってめっちゃ言われてる。いや、勝手に入ったんですよ。入れたんだろ。勝手に入ったんだよ、みんな。コンパスがないとダメらしい。こうしとこうか。これ敵入れない？いや、入れますね。これ入れる？あー、それ入れないっす。でもチビゾンビやったら入ります。チビゾンビがこの中に入ってさ、はい、この製図家2人をさ、はい、ボコボコにするのとか耐えられないよね。いや、まあ、ありえます。はははじゃないよ。はははじゃないでしょ、あなた。ごめんね、製図家、完全に埋めさせてもらった。何してくれてますか。攻撃は？サトウキビ町中。サトウキビ町中か。1時間半だぞ。1時間半。はい、やばいっす。あとコンパスもいるらしいです。そう、コンパス？ていうか鉄とレッドストーン？うん、無理やろ。コンパス。ハラミさん、はい、あのこういうところ全然普通に侵入家なんですけど。そうですよ、だってまだ足りてないから。いや一行ずれるだけでこれ成立するのにさ。はい、あざす。言うバカなんじゃないの。じゃあ一瞬ブランチマイニングしてこいか、私。おお。いい、はい、ここから行っていい。村に作ったら村人降りてくるよ。え、ブランチマイニングのとこに、はい、村人、はい、それはいいんじゃない、別に。それ優秀なの。もう製図家さえ無事であればっていう話でしょ、うん、絶対そうやと思った。階段に湧く。花火に暗くなってきたらちゃんと村井さんに報告してね。オッケー。おー、確かに報告してどうするの。戻ってこい。寝る寝る、そう暗くなる前に寝ないと結局湧くから。もう太陽が傾いてきてる。おお、すでに。はい、もう太陽傾いてますよ。いや、でもまだだいぶ眠れないよ、まだ高い。今回は髪からエメラルド。今と、あ、もう日暮れる、村井さん。行こうか。日暮れる、日暮れる。ベッド持っていけばって言われてますね。確かに。ああ、なるほど。戻るよ。もう戻った方がいいっす。早い。ハリーさん、全然だよ。まだ全然だよ。ベッド持っていったらいいじゃないですか、じゃあ。うん、持ってくる。村井さんはもう、地下労働者で、そうだ。地下で寝るということで。あ、もう寝ましたよ、僕は。
寝た？寝た？はい、寝てください。おお、危ねえ。よかった。そう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 、地下労働者行きまーす。おーい、マグマの音してるって、村井さん。放送に乗ると。ああ、マジ？あのね、私12ですよ。村井さん、音聞いてないんですよ。音聞けてないんですよ、ここ。ドロポー。みんなマグマの音とか教えてあげてください、村井さんに。おお、早速マグマ。マグマ。バケツ欲しいな。え、作ってないんですか、未だに。はい。なんの？どうしました、中条さん。だけバケツを作ると言われてたの。返しの音？特に、どういうことですか。大きい方がいいのか、ちっちゃく。あ、違う違う。ああ、そういうこと。いや、そのスピーカーから一応出てるんです。出てますね、一応出てはますね、わずかにね、うん、わずか。レッドストーン、レッドストーン。こんなもんでよくないですか。でもなんかポコポコポコとか聞こえなくない？グさん聞こえる？まあ、あんまり聞こえないですけど。聞こえないですよね。上げます。上げてほしいっす。あの、スピーカーの音だけ上げることできます。あ、上げてほしいっす。お、上げてほしいっす。上げてもらいましょうか。上げたところで村井さんちゃんと音聞くつもりあります？あります、あります。あの、そこで議論の余地ないんで上げてもらっていいですか。そんなに確認細かくする必要あります？なんかちょっと待って、私が上げてほしいと思うすでに何回も言ってるんだから、素直に上げていただきやしませんか。どうしようかな。なんてやねん、そこ迷う必要ありますか。悩むな、それ。どうしよう。レッドストーン取れ。あ、金。お、つけた。ダイヤ、ダイヤ。豊作、結構豊作。もう拾ってきますから、これ拾っていきましょうよ。もちろんレッドストーン取りまーす。エンチャントとかしてる余裕ないんで、その代わりダイブしないでください。もちろん。フェンスゲート危ねえ、作るとこだったぜ。また危ねえ危ねえ。ダイヤでツルハシにすれば加速しそう。まあね、確かに。今何をしてる？今あれですよね、鉄とレッドストーン取りに来たんですよね、はい、コンパスを作るために。そして気がつけばダイヤを発見しました。そう、コンパスのために鉄がいっぱい必要。ダイヤ結構あるぞー。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。ダイヤいらん、鉄探す。すごいな、確かに。そうやねんけど、効率からいくとね、うん、それでともダイヤでピッケル作っちゃうが一番効率早いですね。本気だ、もうダイヤでピッケル作る。もうダイヤ全部ずらしにしちゃう。おお、ドン。やべ、バケツいらん、枝掘ってけ。枝掘ります。サトウキビどうなった？ありがとうございます、皆様。ほうが入ってくるじゃん。レッドストーン35。サトウキビ全然育ってないよ。やっぱバケツだな。ちょっとブランチバインしていきます。ん、ブランチバインしていきます。あ、ちょっとずつ育ってきてるやん。育ってきてるやん。あんまり全く育ってないけど。え、ちょっとずつ育ってきてるやん、北で。あれ、うっ、あっ、何？やめてください、変なとこに。うわぁ、もう死にかけた。やばい。あー、キミだね、ゾンビ。え、ベッド壊した？あ、え、ベッド壊した？ほら、なんでこっちに打つの？なんでこっちになんのかわへん。え、村井さん、あの、興奮して今ブラウザを動かしましたね。だからか。え、ダイヤのツラシ作ったのに。ツラシ作ったんですよ。2つも持ってたんですか。いや、ちっちゃい子に言ったら村井さん、ホースト持ってるから。マイク拾っといたら2つだろ。え、やったーって言われてる。え、ベッド壊したんですか。ベッド壊しました。なんで？なんで？もっと下で寝るかなと思って。もっと下で寝る？うわ！やりよった。やったわ、この人。